超えるものっていうのはなかなかその目にすることができない。ほとんど 100% と言っていいくらい入賞回数が低い。古くからキノコは漢方や民間療法などで薬として利用されてきました。またクレスチン、レンチナン、ソニフィランなどのがん治療薬もキノコの成分から開発されました。そんな中、最近注目を浴びるキノコ、花びらたけです。北海道から関東地方に分布、独特の歯触りとほのかなマツタケの香りを持ち、登山愛好家の間では幻のキノコと呼ばれています。分析の結果、このキノコから抗がん作用を持つ成分が多量に含まれていることが分かりました。長年にわたりキノコの抗がん作用について研究を行ってきた東京薬科大学名誉教授宿前俊郎氏はこう語ります。花びらたけの抗使用効果の場合ですけども、これはもう今までのマイタケとかシイタケのキノコと同じように非常に効果ありますよね。もうほとんど 100% と言っていいくらいその異常感に対しては効く。花びらたけに多く含まれる成分、高分子多糖体 β グルカン、これが抗がん作用を持っているのです。 β ガンスリグルカンを生き物に投与してやると効くんですよね。ですからその生き物の中の持っている防御機構を刺激するっていうのが β ガンスリグルカンの特徴だと思います。花びらたけには他のキノコと比較しても多量の β グルカンが含まれており、なおかつ分析によって抗がん作用が特に認められる β13D グルカンという種類であることが判明しました。やはり塊なんですよね。 β13 グルカンだけからできていると言ってもいいようなキノコでしたんでね、そういう意味では、我々にとっては非常に驚きだったんですよね。で、我々の経験で考えるならば、この花びらたけが含んでいるような分岐型の β13 グルカン、これをその超えるものっていうのはなかなかその目にすることができないというのが実際の、実験成績からするとそういうことなんじゃないかなと思うんですがね。花びらたけの人工栽培を世界で初めて実用化した人がいます。花びらたけの一番いいであろうと、栽培に適するであろうという、そういった培地の組成といいますか、組み合わせ、これを研究したわけですね。中島博士は培地はもちろん、花びらたけに適した湿度、温度、光などを研究、同時に生産の自動化も行ってきました。大量生産の成功により、さらに詳しい研究が可能となりました。花びらたけを利用した薬の開発について両教授は、医薬品として実用化するっていう時には猛烈な時間とお金がかかると思いますよね。それをだからどこまでやれるのかっていうのは、これからかなっていう気はしますけど、このその β 資産グルカンをどうやって使っていくかというのは、全く新しいところにこれから入り込んでいくというような状況になると思うんですよ。花びらたけが β1 酸グルカンの塊であると判明させた東京薬科大学薬学部、その中の免疫学教室では、実験動物による花びらたけの抗がん作用の試験を繰り返し行い、驚くべき結果を証明しました。試験には体重 30g のマウスが用意され、全てにがんの腫瘍を移植しました。試験期間は35日、スタート日より7日目、9日目、11日目の3回にわたり、花びらたけより抽出された β1 酸グルカンをそれぞれ10匹ずつのグループに分けた計120匹のマウスに注射しました。35日目にがんの腫瘍を取り出し、 β1 酸グルカンを注射していないマウスと比較してみると、ご覧の通り、注射していないマウスはがんの腫瘍が大きく成長していますが、β1 酸グルカンを注射したマウスは移植時よりも小さくなり、中にはがんの腫瘍が消滅したものもいます。試験の結果、 β1 酸グルカンを注射したマウスのグループでは
10匹すべてにがんを抑制する結果が判明され、100% の抗がん作用が証明されたのです。さらに現在、ハナビラタケの抗がん作用の動物試験は、口から飲む投与方法で行われており、飲んで効く抗がん剤への挑戦が進んでいます。ハナビラタケを投与、要するに経口で投与するとどうなるかっていう実験の場合には、全然花びらたけを投与しない場合とした場合と比べた時に、した場合の方が回復力はいいというわけですよね。リンパ球、はい、実際に、作用している場所というのはやはり消化管ですね。消化管に対して何か働きかけをする、からそこから一番近い臓器としては肝臓なんですけども、消化管から肝臓あたり、そのあたりに対しの免疫系に対して働きかけることによって、それが全身への波及効果として出てくると。